あれは、去年の梅雨明けの発表がまだまだほど遠い7月の中旬。私ね、夜中に近所を何の気なしに深夜徘徊していたんですよね。すると、うんぼやぼやと明かりがついてる店がある。あれ あんなところに店なんてあったかな嫌だな。買えな買えなーなんて、んふと見ると、その店の扉が勝手にスーッと開いたんですよね。はっと気がつくと、その店のレジの横にあるフードのショーケースの前に突っ立ってる。あれー 誘惑がいっぱいあるなやだな怖いななんかドキ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 してきちゃったななんて思っていると。上がったよんと、レジオクの部屋の方から男の声がしたんですよね。あれなんだか、やだなぁ。怖いな怖いな何が上がったのかなまずいなまずいな。水死体でも上がったのかなやだな。怖いななんて考えていると、ドン 目の前の、そのショーケースに、なんとも不気味な、怪しい、鶏の絵が描かれた箱が置かれていたんですよね。あらそれ、無意識に購入して、手に持って、イートインにすでに座っているんですよ。 あれーなんだか妙な胸細胞してきちゃったな。ドキ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 してきちゃったな。この後なんか起こっちゃうんじゃないかな。やだな。怖いな。これ何なのかなーなんて恐る恐る落ち着け落ち着けって言いながら、箱の蓋をそーっと開けてみる。いーいーすると中から、真っ赤な、唐揚げが出てきたんですよね。 ええ、はあはあはあ、なんて言いながら、眺めてると、それ、五つほど入ってるんですよね。はあ、これ、どうやって食べるのかな素手で食べるのかなああいけねいいけねいいけねいまずいなまずいな。手がベトベトになっちゃうな。どうするのかなやだな、こういうのはどうするのかななんて戸惑っていると、私見逃さなかった。その、 箱に、先っちょがスーッと、鋭利に尖った木製の細い棒が付属してるんですよね。何なんだろうな嫌だな怖いな。何だろうなって見てみると、爪楊枝だったんですよ、はあ。爪楊枝を刺して食べるのか。あれ爪楊枝を刺して食べて合うのっていうのは、 たこ焼きか、スーパーのウィンダーの試食ぐらいだな。いや、唐揚げには合わないんじゃないのかな。いや、合うのかな。いや、合わないんじゃないのか。合うのかな、合わないのかな。合うのかな、合わないのかな。合わないのかな。合わないのかな。なと思いながら、それ、思い切って、ぐぐぐぐぐっと刺して一口頬張る。合うんです。合うんです。合うんですよ。合うな。合うな。衣をかじった瞬間にサクサク。 ふっとして、合うな合うなおまけに口いっぱいに広がる肉汁、辛い味付け、文句の付けどころがないな、柔らかい食感、いいないいな合うな合うな美味しいななんて、ん気がつくと、箱の中には、もう、何も、残って、な、んいる。何かいる。 あれおかしいな、おかしいなってよーく見ると、もう一つ唐揚げがあるんですよね。あれおかしいな、おかしいな。確かに5つ食べたのにな。まずいな、まずいな、なと思いながら、急に鳥肌が立ったんで、その店がパーッと出て、独自のルートでいろいろ探ったんですよね。すると分かったんですよ。それ、ローソンの、唐揚げくん、レッド。 だったんですおまけに1個増量中だったんです美味しかった」。